皆さんこんにちは、宮古理門川です。こんにちは、田村です。今日もうちの従業員の田村君と一緒にお送りしたいと思うんですけども、はい、今日は何かというと、前回最強のサザナ入れましたと具体紹介させていただきましたけども、はい、今回ご紹介するこれ何かというと、最強のオクターブ、TOTOの中高級の製品ですね、を入れた現場で自由に使えますんで、一応ちょっと田村君に実際使ってもらいながら、その便利さ確認していただこうと思うんですけれども、はい、まず全体見ていただこうと思うんですけども、幅120センチのオクターブになってます。右に40センチですかねのトールキャビネット、はい、つけてるというところで、収納量抜群ですので後で見ていきたいと思います。でこんなオクターブなんですけども、どういったところが最強なのか考えうる限り、これはつけた方がいいってオプションをふんだんにつけてますので、はい、そちらの田村君に実際に体験していただこうと思うんですけど、まずオクターブ共通の仕様としてみる照明、今ね、こちらについてるんですけど、はい、照明どこで利益にするかって知ってます？ここに照明って書いてあるんですよね。なんだろう、下手かざしてもらっていいですか？スッて消えるんです。もう一回かざしてもらっていいですか？スッてつくんですよ。すごいなこれね。思ってる以上に便利ですし、なんか気持ちいいですっていうのが、まずこのオクターブのすごいところでして、はい、でデザイン的なところでいうと、照明がね、左から右端までストレートが LED 照明ついてるっていうのともに、このカウンターが薄いんですよね、この幅が。その幅が大体こう1センチちょっとなんですけども、やっぱり今のデザインのトレンドっていうのが薄みつけてるところで、薄くなってることでかっこよくなってる。リフォーム会社をお探しの方必見。これまでリフォーム塾に出演していただいた企業を地図から探せる。詳しくは概要欄へ。でオクターブ改定されてどういう工夫がされたかというと、鏡の下、今メガネ置いてると思うんですけど、はい、これがね、いわゆるちょい置きカウンターってやつなんです、ここメガネ置くのもいいんですけど、スマホを置くみたいな。スマホを置いて、はい、そうやって身支度するときに、はい、YouTube 見ながらちょうどいいんですよ。まだ宮古リフォーム塾しますね。どんだけ仕事熱心やねん。常に見てます。でちょうどね、これね、カウンターにスマホを置くのにいいですね。これ何かっていうと、ここに返りがあるんですよ、この手前側に。で、ちょうどスマホが引っかかるんですよ。ちょうどいいですね。これ置いて、ここで歯磨きしたりしながらこう見れますもんね。歯磨きっていうところ今キーワードだと思うんですけど、歯ブラシ左の鏡に入ってるんですけど、開けてもらえないですか？入ってますね。はい。で今当然かのようにやりましたけれども、通常の三面鏡って逆から開く。これが普通の動き方なんですよね。鏡をこうね。三面鏡の目的はそうだな。こちら普通の三面鏡ではなくて、スイング三面鏡ってなってるから逆から開けてもらっていいですか？はい、こっちから開きますね。やっぱ動線としては右側にドライヤー入れてるんですけど、右側開けてもらっていいですか？はい、当たり前ですけども、外から回るより内側から取り出したりですよね。これがスイング三面鏡って前に出てくるわけですね。こういうふうな感じで。けど別にこれってなんか男性の僕らからしたらいらんじゃないですか。あんまり使わないかもしれないです、はい、男性としてはあんまり使わないですけど、内側から開けるっていうためについに三面鏡をつけていただくっていうのは結構ありなのかなというふうに。でドライヤー今入ってますけれども、コンセントもついて、はい、コンセントも三面鏡内にコンセントもついてますので、ここにもある、外にもあるんです。そうなんですよ、はい、ちなみに真ん中にもあります。あ、本当だ、真ん中にも。はい、ひげ剃りとかね使うとか、こんだけコンセントだったら結構便利かなというふうに思います。結構収納量ありますね。そうなんですよ。田村君コンタクトつけるとお聞きしたんですけども、真ん中の鏡にコンタクトケース入ってまして、そちらちょっとコンタクトつけるふりをしていただいていいですか？自動推薦。めっちゃ便利じゃないですか。便利。自動推薦。で手洗ってちょっと洗って。でやっぱりその時に普通やったら水止めてみたいなか、水ジャブジャブ出しっぱなしか。そうですね。でコンタクトやっぱ落として流れたら嫌やから止めたいんですよ僕は。なるほど。けど勝手に止まるしいいっすね。実際コンタクトつけるフリーとしてどれぐらいタッチレスが便利かってちょっと検証していただいていいですか？蓋外して出します。で水で洗いますかね。そうですね。はい、じゃあ水で洗います。水で洗います。目入れます。はい。やっぱその時水止まっといてほしいです。止まっといてほしい。落とした。わーって流れて。そうなんですよ。ここは止まっといてほしいんですよ。洗います。はい。そうまた洗います。で今度左目か右目かもう片方入れます。ちょっと取って。はい。でその前に洗います。やる。で止まる。はい。入れます。止まる。はい。で最後また手洗いますでしょ。で、はい。めっちゃ便利じゃないですか、タッチレス。これ結構レスポンスめっちゃいいっすね。でしょ。出して手洗って、もう止まると。もういいっていうところでちゃんと止まってくれる。で、そちらのタオルあるんですけど、これはね、純正品であるのかどうかわかんないですけど、このTOTOのオクターブ洗面台本体にタオルかけないんですよ。あ、確かに。はい。だから今回これご用意したのはこれ何かというと、リクシル製のものでして、これ外れるんですよ、こうやって。ハサンドクタイプです。ハサンドクタイプ。はい。のものを用意してます。改めて水洗洗面ボウルいきたいんですけども、きれい除菌水作ってるんですよ。あ、こちらですね、きれい除菌水。はい、できれい除菌水どういう時に使うかっていうと、洗面ボウルぬめりとか抑制するときに歯ブラシの除菌で使うことが多いです。ちょっと除菌で洗ってみてもらっていいですか。なるほど。これは押したら、はい、押してもらっていいですか。はい、はい、お、あ、ここから、あ、そうそう、こうピューッと、はい、勝手に止まります。あ、勝手に止まる。はい、これでもう除菌がされるんです。はい、あ、じゃあもうこれで戻してですもんね。はい、というような場合にも洗面の除菌水は使います。あ、便利。はい。で最後は引き出しの内部どれぐらい入るのかっていうところ見ていきたいと思うんですけども、オクタウブのシュート、めっちゃ多いんですよ。下段開けてもらっていいですか。下段、はい。はい。タオルが入ってる。タオルめちゃくちゃ入らないですか。え、めっちゃ入ってますね。はい。こんだけタオル入ったら4人家族で十分やんで。そうですね。はい。これでも120cm の洗面台で、これ 3way キャビネットかな。右側は引き出しになってるんですけど、逆側は背の高い引き出しになってるんですよ。2段構成になってまして、はい、入れるものがなさすぎてティッシュが入ってるはい、最後上の引き出しに入ってもらったらいいんですけど、はい、上の引き出しに関してはこうやって小物を入れるトレーをつけたり、この洗面本体につきましてちょっと扉からグレードアップしますので、ベージュ系の、はい、木目のつるっとした光沢仕上げですね。少々お金としてはね、やっぱり扉のグレー上げると上がっちゃいますけども、やっぱり見た目全然違うんで、最強のオクターブを名乗るためにはこういったのつけてあげるべきかなあと最後なんですけども、これも結構見逃しがちなんですけど、田原君どうですか、この洗面台なんかちょっと大きい風に見えないですか。大きく見えます。っていうか大きいですよ実際で。大きいんですけど、それ横幅だけじゃなくてということなんですけど、なんか高さちょっと高くないですか。言われてみれば確かに。台輪っていうのがありまして、台輪をつけることによって5cmかさ上げできるんですよ。これじゃあ今高さとしては、はい、1m95 とか通常が 1m90 だとして 5cm 上がってますね。はい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 。でやっぱ洗面も顔とか洗う時にかがむじゃないですか。うん、そうですね。っていう時にやっぱボールが高い方が腰痛めにくいんですよね。ああ、便利ですね、高い方が。昔よりも平均身長上がってると思いますんで、はい、どうですかね、160超えてきたら結構この高さでもいいのかなっていうふうに思いますけど、結構僕自分家のやつでこうなるんで、ああそうでしょうね、はいはい、昔のやつ余計低かったりしますので、はい、っていうような高さについての配慮もされているという使い勝手も上がってますね。で最後、こちらTOTO純正のオープンダル、よく棚板とか弊社につけますけれども、今回つけたのはこのオープンダルでして、で洗剤置いたりとかタオル置いたりとかちょうどいい、はい、大きさになってますんで、はい、ただまあ問題点あるとして奥行き狭いんですよ。だからタオル若干はみ出てると思うんですけど、まあもう少し全面あってもよかったかなというふうに思うんですけど、10cmぐらいですかね。そんな感じで田村君全体的にちょっと総評いただければと思うんですけど。いやもうすごく最強の名に恥じない、恥じない、はい、洗面台が出来上がったというところですね。これはでやっぱりね、リフォームすると掃除ちゃんとしようってことです。ああ、綺麗に使おうと思うんですよ。こんだけね、綺麗やったら保ちたいですよね。っていう感じで、やっぱりこう洗面台リフォームすると、はい、その前に立ちたいなと思いますし、まあお風呂もそうですけど、やっぱりリフォームしていいことだらけだなっていうところで、はいはい、ぜひとも一つ後悔しない洗面台作りの参考にしていただけたらと思います。はい、今日は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。